第2のリーマンブラザーズ。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。本来今回の動画は前回の動画の続きを作成しようと思っていましたが、速報記事がありますので皆さんと情報を共有していきたいと思います。 第2のリーマンブラザーズが誕生しそうです2008年の3月にベアスターンズが破綻して買収されその半年後の9月にリーマンブラザーズが破綻したことで株式市場は大暴落が発生しましたそれから15年今年も同じ3月にシリコンバレー銀行などいくつかの銀行が破綻しました今年はまだ9月になっていないのでどうなるのかわかりません 個人的に年内は何も起きないのではないかと思っていますが、多くのストラテジストが不吉な予想をしています。その中で一つ気になる銀行が出てきました。もったいぶってもしょうがないので先に言っておきますが、これまで散々危ないと言われてきたチャールズ・シュワブです。まず情報を整理しましょう。チャールズ・シュワブは決して小さな銀行ではなく、全米で14番目の規模のある程度の大手銀行です。少なくとも規模的には小さな銀行ではありません。 時は2008年に遡ります。2008年は3月にベアスタンズが破綻するというタイミングで FRB は緊急会合を開き、急きょ75ベーシスポイントの利下げを実行しました。 破綻前、ベアスターンズは10兆ドルの証券を保有していたと言われていますが、現在、チャールズ・シュワブは規模が7兆ドルです。完全に1対1の比較ではありませんが、ベアスターンズと規模的には同格の銀行であることがわかります。ただこれは今年3月の時のデータでした。この時ぐらいからチャールズ・シュワブの CEO が表に出てきて、 何度も何度も我々は問題ないという発言を繰り返してきましたこの記事の副題にも金利の上昇によって債券価格が落ち込み含み存を大量に抱えていると書かれていましたが現在はこの時以上に金利が上がり含み存はさらに拡大している状況です副題の2行目にも十分な流動性を担保していると書かれていますがこの時どの銀行も十分な流動性などを持っていないんです 銀行に十分な流動性なんてあるわけがないんです。預金者がその銀行を信じられなくなって預金を全額引き出したらその銀行はいかに盤石な経営をしていたとしても破綻します。実際シリコンバレー銀行をはじめとしたいくつかの銀行が破綻したのは取付騒ぎという名の預金引き出しでした。 ですので、流動性を十分に確保しているという銀行は信用しない方がいいでしょう。むしろその言葉を言うようになったら取り付け騒ぎの末期症状だということです。金利だけで言うと2008年は3月に利下げを実行しました。それでもその半年後の2008年の9月にリーマンブラザーズは破綻しましたが、今年はまだまだ利下げを実行する気配はありません。 インフレが未だに高水準だからですし、特にパウエル FRB 議長は未だに賃金上昇率が高すぎるおかげでインフレが再燃すると恐れられている状況です。そして FRB パウエル議長もイエレン財務長官も銀行システムは依然として回復力もあるし問題ないと言っていますが本当にそうなのでしょうか。8月21日 S&P グローバルはキーコープとコメリカをトリプル B プラスから 単なる B プラス参加の銀行については A マイナスからトリプル b プラスにそれぞれ1段階引き下げたと発表しましたバレーナショナルバンコープと UMB ファイナンシャルアソシエイテッドバンコープも同時に1段階ずつ格下げを実施しましたその前にも8月7日ムーディーズが US バンコープとバンコープニューヨークメロンステートストリートツルイストファイナンシャルを含む主要銀行6個について格下げ方向で見直すと発表しました 同時に M&T バンクとウェブスターファイナンシャル BOK、OK、ファイナンシャルオールドナショナルバンコープなど中小銀行10行を格下げしています考えてみてください本当に米国政府が言うように今は経済が力強く銀行システムにも問題がないのであればなぜここまで格付け機関が銀行を格下げしているんでしょうか銀行システムは米国経済にとって非常に重要な役割を果たしています 米国市場はこれまで借金を大量に発行することで成長してきたんです。これをデッドベースマネタリシステムと言います。こんな状況で周りにお金を貸している場合じゃないんです。だって銀行自体が多額の融資を借りているんですから。現在多くの銀行が取付騒ぎや保有証券の含み損によってキャッシュフローが危険な領域にまで達しています。 この状況を見て FRB、FHLB FR、財務省は緊急会合を開いて銀行に対して公的資金を注入することを決めました。正確な言い方ではありませんが厳密には銀行が持っている証券を担保にして銀行に融資を行うスタイルです。ただ、これは返さないといけません。 つまり多くの人が銀行は大丈夫だと思っているかもしれませんが今銀行が持ちこたえている理由はすべて政府からの借金によって持ちこたえているからです政府側も大統領選前に多くの銀行が破綻してしまっては見栄えが悪いし民主党政権の名に傷がつくということで多額の融資を実施していますしかしながら本来これらの銀行は破綻してもおかしくはないゾンビ銀行なんです 無理やり栄養を与えられていつ機能不全に陥ってもおかしくはない植物人間ならぬ植物銀行なんですさてやっと予断が終わりましたチャールズ・シュワブですではチャールズ・シュワブは現在政府に対してどの程度危険な状況なんでしょうかこれはファイナンスロットさんというツイートにて発覚しましたこの方が整理したところによるとチャールズ・シュワブの総自己資本の130%を短期の FHLB 融資に頼っており これらはすぐに返済する必要があると記載されています総資産3500億ドルで9月にリーマンブラザーズ倒産と同じことが起きるのではとツイートしていますこの表を拡大してみると自己資本に対する FHLB による融資額が130%に達していることが分かりますあれでもそれよりもっとひどいのが1個あると思うかもしれませんがこれはシグネーチャーバンクでとっくに破綻しています シリコンバレー銀行は破綻する前で97%でした。ファーストリパブリック銀行も破綻する前で77%でした。つまりこの数値が高い銀行はもうすでに破綻していることがわかります。USAA フェデラルセービングスとキーバンクもありますが、それぞれ資産額はチャールズ・シュワブの3分の1程度になっています。ただチャールズ・シュワブがもし本当に破綻したらどうなるのでしょうか。これまで破綻した銀行の資産を確認してみましょう。 ファーストリパブリック銀行は2126億ドルでした。シリコンバレー銀行で2090億ドルでした。そして3番目がシグネチャーバンクの1103億ドルでしたが、今回の主役のチャールズ・シュワブはなんとそれらより1000億ドルも大きな規模の銀行です。言うまでもなく、預金額も今名前が出た中で最大の銀行です。 もちろん融資額が FHLB だろうと民間だろうと政府だろうと借りた金が返せれなくなればそれはデフォルトになります破綻するかどうかは別問題ですがデフォルトには間違いありませんこの状況を受けてチャールズ・シュワブはパニック状態になって5億ドルの資金を捻出するために人員削減や不動産これはオフィスだと思いますがこれらを売却する方向に動いています ただ数千億ドルの資産を持っている銀行としてはゴミレベルだと思います。これでは火事の現場に水滴を落とすレベルです。シュアブが実行した次なる手は先ほどの5億ドルより一桁増やして23億5千万ドルの債券も売り出したんです。言うまでもなく5億ドルより規模は大きいのですが、この債券は今持っている含み損の債券です。一番やってはいけないはずの含み損の債券の売り出しとなります。 これで損失が確定しますので、今銀行が最もやってはいけないはずの握手でしたが、シュワブはついに禁断の果実に手を出すしかないんです。以上が現時点でわかっている事実でした。 ここまで事実ベースで申し上げてきましたが、では、これらを聞いてシュアブが破産するかというと、可能性としては十分あると考えています。ただそれが9月になるのかは別問題ですし、その上で仮に破綻したからといって、これが破綻の連鎖につながるかというと、ノーだと考えています。本当の負の連鎖はこんなレベルではない。 もっと複数の銀行がどんどんドミノ倒しのように破綻していく現象だと考えています。まだ金利の上昇の影響を完全に市場は体感していません。その影響が出てくるのはもっと先だと考えています。これから将来的に危険な相場になっていくのか、これに関してはイエスです。ただ9月ではないと考えています。イストリゲームの音楽はまだ聞こえています。やっとゲームが盛り上がってきた。まだまだ大暴落のタイミングにはなっていません。 まだまだです。音楽が聞こえなくなるタイミングはゲームの参加者による歓喜の雄たけびで聞こえないのかもしれません。最後にこれらの記事に関してはすべてムームー証券にて情報を入手しております。 このムームー証券は無料登録しておけば海外の様々な記事を無料で速報として通知してくれますし機械翻訳にて日本語でも読めますムームー証券は全世界で2000万人もの人が使用している巨大な投資講座プラットフォームです日本国内トップ2の楽天と SBI 足して合わせても2000万人には到達しませんのでいかに巨大なプラットフォームなのかお分かりいただけると思いますもし興味があれば登録は無料ですので検討いただいてはいかがでしょうかそれでは 以上となりますそれではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょうご視聴ありがとうございました終わります